ワッカンスタジオ。こんにちは、ギタリストのワッカンです。一ミリも知らないけれども初見で弾いてみたシリーズ、イエイ。今回の楽曲はこちら、バーン、リサさんの明け星ですね。こちら曲の概要なんですけれども、2021年の11月17日にリリースされた明け星と白金両 A 面のシングル曲となっております。こちら明け星のみ2021年の10月18日に先行でダウンロード配信されております。こちらですね、タイアップがありまして、明け星の方がテレビアニメ鬼滅の刃の無限列車編のオープニング曲、こちら白金の方がテレビアニメ鬼滅の刃無限列車編のエンディングとなっております。でリサさんの曲はね、全体的にやっぱり、まあ、ハードな楽曲が多いんですよね。まあ、エンジェルビーツのね、ガールズデッドモンスター時代から聴いてて歌ってるのがリサさんっていうことはね、僕は初め全然知らなかったんですけれど、これ最近気づいたんですけどね、そちらの楽曲の方も聴いてみてください。ハードロックとかハードコアのギターが激しめの楽曲の場合ってあんまり転調ってしないイメージなんですよね。まあ、全然する場合もあるんだけど、結構ダイアトニック内で収まるイメージ。ただ7弦ギターとかね、使ってるバンド、ベビーメタルとか、まあそこら辺のバンドが来られると音が低すぎて聞き取れないっていう別のネガティブな問題が発生してくるので、まあそこだけが心配かなって思います。なので割とメロディー自体はキャッチーなので、メロディーから取っていくってのもありかなと思っております。それでは聞いてみましょう、どうぞ。さあ、リサの新曲やってまいりました、明け星。さあどんな感じか、結構ハードロックだね。でもストリングスの電源を散らしてる、ちょっと和風なメロディーかな。よし、やっていこうか。さあ歌が入り出しました、テイクオフ。なんかいつもと違う、結構ハードコアの部分だ。さあコードが進行しましたね。
はい、皆様いかがでしたでしょうか。今回の楽曲はそうだね、テンポ自体はそんなに速くはないんだけど、聞き取りやすくて、コード進行もめちゃくちゃ難しいわけではなく、ただ単純すぎないちょうどいい難易度だったかなと思いますね。気をつけてほしいのは、ダイアトニック外、まあ理論外のコードなんだけど、まあ、マイナー7フラット5とかよく言ってたりするんだけど、まあ、そこの、あ、こういう感じのコード進行って結構出てくるよねっていうところまで聞き込んでれば、もう初見で弾けるレベルだと思うんですよ。で、今回はそれが出てきたので、サビの部分でね、僕が一回間違えて、クリシェ進行で半音ずつを下ろしていっちゃったんですけど、まあ、そこは6度マイナーから5度行った後に、5度フラットのマイナー7フラット5で締められてますよねっていう、ここのね、3つのこのコード進行、これを掴むと結構このコード進行で他の楽曲でもよく使われるパターンなので、特にヒゲダンとかすっごい使うかな。なのでこのコード進行自体をちゃんと、あ、これはこういう進行になってんだとか、6度マイナーから、あ、じゃあ5度フラットのマイナー7フラット5に行ってるなっていうのが、もう耳でわかるようになってくれれば、そこの部分だけかもしれないけど、とりあえずは、そのマイナー7フラット5っていう、これもね、結構初心者さんとか、結構もうビビってね、なんなんだこのコードってなるんだけど、そこをちゃんと理解すると、マイナー7フラット5も怖くなくなります。僕もね、5、6年前まではね、結構怖がってましたね、マイナー7フラット5に。だってもう意味わかんないじゃん。マイナー7フラット5って何みたいな。まあ、ここはね、ちゃんと勉強すれば、あ、こういうコードになってたなっていうのが、ちゃんとわかるように、そんなに難しくないことなんで、そこを勉強すれば、ちゃんとわかってくるんですけど、まあ、やっぱりその弾き語りとかやってる人って、コード表を見ただけで、別にそのコードがどうなってるのかなんて、まずほとんど見ないと思うんですよ、大抵の人は。なので、そのコード自体を分析するんじゃなくて、こういうコード進行のセットで覚えれば簡単だよねっていう。で、ギターの特性として、押さえ方一つ二つを覚えたら、ほとんど他のコードでも弾けちゃうので、ピアノではできないことなんですけれども、本当ギターって形を覚えれば他のキーで応用できるっていうすごい強みがあるんでね。まあこういう企画でも、まあ、割と弾きやすい部類なんじゃないかなと思いますね。なのでベースを追いながら半音下がってるのか一音下がってるのかとか、そういうところをちゃんとねよく聞きながら実際に耳コピなどをしてみましょう。それでは今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はお任せしますので、この動画が面白いと思った方は高評価ボタンをよろしくお願いします。僕にリクエストや質問がある方はコメント欄からよろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。